皆さんこんにちは。ジャーナリストの岩上康美です。本日はですね、米中戦争対立激化時代の東アジア安全保障と、題しまして、2回に分けて、お伝えしてまいりたいと思います。台湾有事急浮上で各国の軍拡、ミサイル軍拡が競争激化、日本列島はミサイル要塞化されるのではないかと、そしてそのさらに先を見据えてですけど、新 INF 条約、つまりミサイルの弾頭数等々、ミサイル数そのものもこう軍縮する条約ですね、それを樹立することが可能なんであろうかということで、東アジア共同体研究所の菅井清上級研究員にお越しいただいてお話を伺ってまいりたいと思います。菅さん、よろしくお願いいたします。気になるんですけど、米軍の見通しがちょっと一変したんじゃないかなと。さっきインド太平洋軍司令官のもう、喧嘩状態、6年以内には戦争やるぜっていうのに近いのがありましたが、6月17日にですね、アメリカ統合参謀本部議長、だからもうちょっと偉い人ですよね。中国が近い将来台湾を軍事的に占領する可能性は低い、6月17日マーク・ミリー統合参謀本部議長、陸軍大将なんですけど、これ陸軍というところも重要なのかもしれませんね。海軍と違いますから、米議会で中国が必要とする軍事力を開発するのに時間がかかるため、中国が近い将来台湾を軍事的に占領しようとする可能性が低いと述べたと。台湾は中国の革新的利益だけれども、軍事的に行おうとする意図や動機は現時点で見られず、これ結構重要だって言うんですね、軍事的に台湾を占領しようとする意図も動機も見られず、近い将来行われる可能性はおそらく低いと。だったら何だったんだ今までの空騒ぎはっていう話ですね。意図がないっていう話です。能力がないだけじゃない、意図がないですね。 G7 で示された欧州の対中消極姿勢の影響なんじゃないだろうかと。これもロイターからであって、日本のメディアはこの変化を継続的に追って、ちゃんと欧州のことを取り上げて、全然そのまとめてね、で国際情勢は今こんな情勢ですよというふうに伝えきっていないんですよ。非常にアメリカの状況、それからアメリカのことはもうすごくおかしいと思いますし、それから日本のメディア、それから日本の政治ね。問題が相当にあるんじゃないかなと思うんですけれども、いいですか。はい、どうぞ。ここで区切っちゃっていいですか。ここで区切っても一つ流れだったもんで、ちょっと私ですね、今岩上さんがずっとご説明された流れで、やっぱり本当に僕らが知っとかなきゃいけない流れだなと思うんですけども、ちょっと一点だけですね、この米軍の見通しが一変というのは僕は違うと思うんです。なるほど。僕の見方は最初から米軍の見通しはこれなんですよ。あ、これなんですか。つまり3月に行ったデイビッドソンというですね、インド太平洋軍の当時の司令官ですけども、彼が議会で証言をして、今後6年ぐらいでですね、その脅威が明らかになると。要は6年以内におそらく何か衝突が起きるようなですね、そういうことを言ったんですが、これは率直に言って予算分取りのためのですね、中国脅威煽り論ということでですね、根拠はほとんどなかったと。で、彼自身この6年っていうのは何なんだっていうのは説明してないんですね。でさらにこれからそんなに時間が経ってない時にですね、彼の後任が会見かなんかでですね、この6年というのは根拠は何だというのを後任の人に聞いたらですね、わからない、知らないって言ったんですね。なるほど、そういうことを知らないといけないですよね。でですね、でもこれかなり走ってますよ。でこれをこんなに走らせたのは日本だけじゃないですか、おそらく。でもうとにかく普通のなんですか、その夜とか昼のニュースが言ってるだけじゃなくて、ワイドショーでやってましたからね、これを。でもうとにかくだからお茶の間で見てる人たちまでが、こうなんだと、6年でもうなんか台湾で戦争が起きるかもしれないんだみたいな感じで、全局でやられちゃうとですね、そうなのかなって、それは思いますよね。思いますけれども、もうまさにヨーロッパの動きもそうですけれども、何か伝えたい意図を持って、そういう流れをですね作り出したいっていうようなニュースの流し方というかね、まあもう一つはまああれもあるんでしょうけどね、視聴率を取るにはですね、脅威を煽ってですね、大変だ大変だの方がいいというのももちろんテレビですから当然あるとは思うんですけども、昔だったらワイドショーでやるようなネタじゃないのを今はこれやると。でも芸能人の人までがこれ怖いですね怖いですねみたいにやるということでですね、流れがやっぱりどんどんできてると。ただ客観的な事実ということで考えると、米軍の予算っていうのはですね、イランごめんなさい、アフガニスタンとイラクにブッシュの時にですね、はい、まあその前からいくと要は米ソ冷戦が終わってぐーっと減ったんですね、軍事予算が。はいでさらに国防予算だけどアフガニスタンとイラクがあってぐーっと増えてですね、はい、2011年に大体7500億ドルぐらいまでですね、まあ、80兆円とかですね、それぐらいまで800兆ですね行ったんですけれども、そこから撤退を始めてですね、あとオバマの時にですね、まあ、リーマンショックもあったんですが6300億ドルぐらいまでオバマ軍縮というかですね、国防予算減ったんです。ところがトランプがやっぱりまた強いアメリカっちゅうてですね、ですからこれで2019年7300億ドルというところまで戻していってですね、でもう中国の脅威もあるしということで、もうあともうその共和党も民主党もですね、両方がもうとにかく軍事予算には緩いもんですから、だからもうとにかく軍事予算は右肩上がりでいくということで彼らはいろんな計画を立ててるわけです。ところがそこにコロナが起きちゃったということで、コロナが起きたから当分の間、国防予算っていうのはせいぜい横ばいだと、まあだから全体が大変になってもまあ横ばいを続けるってことなんでしょうけれども、とにかく大きく増やせないという中で予算をですねいかに分取ってくるかということのためにこの3月にですね彼がやったというところがあるもんですから、そういう文脈の中で彼の発言をですね理解しないといけなくて、でおそらくさっきの後半の方に出てきたですね6月の統合参謀議長のですね発言というのはメインストリームというか軍全体のですね全体的な中心的なですね評価を戻したと。多分ちょっとこれちょっと行き過ぎたっていうかですね、多分批判もあったと思うんですね、発言に対しては。いやもうすぐなのかっていうね、やっぱり差し迫るね、それ戦争というのは片方がある程度エスカレートしていけば、例えば中国はその気がなくてもアメリカがお前はそうに違いないと言ってエスカレートしていけば、中国側もそれはエスカレートしますから。それは怖いことだな。ただこのミリーさんの発言っていうのはおそらく日本のニュースでもあんまりやってないし、全然やってないです。あとワイドショーではもう言わんやね。ワイドショーでは絶対やらないですよね。こんな要は大丈夫だよと可能性は低いよなんて誰も見てくれないですからね。すごいですよ。だから軍事的にこのね台湾を軍事占領しようとする意図や動機は現時点でほとんど見られないし、近い将来に行われる可能性は低い。中国に意図がないって言ったんですよ。これ大ニュースですけどね。ニュースなんだけどワイドショー受けがしないということと、あとまあその今日本が走り出している方向に向かって不都合なニュースなんですよ。そうそう、意図に不都合なニュースだっていうね。その両方で多分無視をされたっていうかね。そういうことなんだと思います。米軍自体は中国のことを今ここもとずっとここ数年言ってるのはペーシングスレッドって言ってですね、要はその着実にというか徐々にひたひたとですね迫ってくる脅威っていう言い方はしてるんですけれども、そんなですね6年以内に台湾でもうぶつかるとかですね、みたいなことを言ってるのはもう彼、しかも時の彼だけですよね。